はい、こんにちは、アッキーです。本日はポケカの診断、伝説の鼓動の発売日ということで、ボックス開封やっていきまーす。と言いたかったところなんですけど、ですね、僕今、2ボックスプラスマリーのシールドやデッキケースやストレージボックスなんかがついた、なんかマリー限定セットみたいなのを予約してたんですけど、それが届くのが8月中旬以降ということで、まあ超人気商品だったっぽくて、1ヶ月以上届かないということで、僕のボックス開封動画はだいぶ先になるということで、今日はボックス開封じゃなくて10パックだけ開けて一人シールド戦ごっこやっていこうと思います。シールド戦っていうのはね、買ったパックから出たカードだけで対戦をするっていう遊び方なんですけど、この伝説の鼓動ではリザードン HR 争奪戦っていう大会が開かれる予定になってて、まあその気分を味わうというか、まあ、僕友達いないんで、友達いないし大会にも出たことないんですけど、今日は一人でね、そのリザードン HR 争奪戦に参加してる気分で10パック開けて、まあ、デッキ組んでみようかなと思います。ということで、はい、まずはこれ上チョキチョキしていきます。はいはい、ということで上を切ってきたんで、早速10パック開けていこうと思います。はい、シールド戦において、まず、はじめに重要になること、それが引きですね。この10パックっていうのは、今回1箱20パックなんですけど、そのうち半分なんで、タイプ別に分けていきます。その中から何を引けるか、おいきなり V 引いた、魔法イップ V 引きました。まあ、これ、進化前なんでね、そこまで強力ではないですけど、下技が強くて、まあ、3エネで100点与えつつ、種ポケモン次の相手の番の技使えないと。まあ、そこそこいい効果もしてます。おいーそう、今段からね、知ってたんだけど、なんか進化ライン出るようになってるみたいです。多分今回今段限定だと思うんですけど、やっぱシールド戦でね、VMAX 引いたのに進化前いないとか、まあ、ホイップ引けたけど進化後引けてないとか、なること多いと思うんで、多分今回はね、こうやってちゃんとセットで出るようにしてくれてるみたいですね。優しい。優しいですね、クリーチャーズ。はい。まあ、これそこそこ強くて、まあ、上の技でエネ加速して、下技で青天井で打点を出せると。まあ、詳しい説明はちょっとしないんですけど、そこそこいいカードですね。スーパーボール出た。グッズ系はね、シールド戦めちゃくちゃ重要なんで、もう出たカードは全部使いましょう。まあ、これ魔法イップ V を軸に戦うこともありじゃないですか。ここでいきなりエース級のポケモン出ましたね。はい、今段ね、全パックからレアが出るらしくて、こうやってディアンシーレア出ました。はい。これはバトル場にいたら自分のポケモンが受ける技のダメージがマイナス30されるという効果です。超タイプが被ってるのはいいな。はい。サブアタッカーというか、サポーター要員として。全然、大人の元ですね、引けた。これ先行プレイヤーの最初の番でも使えるっていうサポートですね。はい。まあ、絶対入れるわ。全然タイプ別に分けれてなかった。でもなんかそんなに多くのタイプ出てるわけじゃないな。まだ4タイプ。そう、これ10パックなんで、ボックスの半分なんで、こっから SR とかね、なんだっけ。アメージングレアだ。1箱1枚しか入ってない。あれが引けるかとか結構重要ですね。ででんね。あー、ジガルで。これ、塔のサブアタッカーかな。塔。デンチュラ。ヌオー。おー、さっきからトレーナーズが、マイパックから出るな。これはめちゃくちゃありがたいぞ。ちょっとな、汚くなってる。タイプ別に分けてるのは、ちょっとシールド戦でデッキを組みやすくするためですね。何のタイプが多く出るかって結構重要なんでね。どのタイプで戦っていくかって。バチル。おぉ !SR 引けたーけど、鋼るかーまあ引けないよりはいい。はい。これはですね、レイジングハンマーって技が多分軸になってきますね。乗ってるダメ感の数かける10。プラス30。で、HP が250もあるんで、まあ、カウンターで殴っていくと。まあ、相手のバトル場にハガネイルとかいると、なんか容易には殴りづらいんでね。ワンパンできない火力だったら殴りづらいんで、そういう意味でも牽制になるカードですね。SR 引けた。まあ、引けないよりはいい。メタゴルスは、逃げ根をゼロにするという効果を持っております。ポプラ。あ、本当にトレーナーズマイパックから出るな。これはデッキが組みやすそうだ。去年もね、僕このね、一人シールド戦ごっこっていう遊びしたんですけど、その時、サポーターゼロだったんですよ。一枚も出なかったんですよ。だから、もう地獄だった。はい。マギアナ。って感じ。鋼のサブアタッカー、どこいるんだよ、ビードロ、おめえよ。
鋼タイプよく出るのはドデカバシ、メガヤンマ、入れ替えはありですね。もう何パック？あ、もう4パックだ。もう半分引いちゃったよ。はい。の後半戦ですね。ウーパー、ビードル、影坊主、セルネアス、フォレトス。このフォレトス面白い効果してるんですよね。はい。お互いを気絶させると。面白い。スピアも面白い特性してるんですよね。神出鬼没。こいつ1枚なら手札がこのカードいきなりベンチに出せると。ストーントーンエネルギー強いですね。トータイプにつけてたら技のダメージマイナス20と。はいはい。なんか優秀なカードがいっぱい入ってるから話したいけど、この後デッキ作んないといけないんでね。素早くやっていくわ。なんかね、だらだら、なんか、お、ハガネール。これはハガネ軸のデッキもありだな。ハガネールも出ました。ハガネールというか、ハガネールの通常も出ました。そう、デッキのテキストは、いや、デッキじゃない、カードのテキストはね、なんかダラダラとカードリスト見ながら話す動画上げてるんで、そっちで話したんでね、今回もまあ結構省略してみますわ。リオル、オゼクロム、ルガルガン、メガヤンマ、ついエネルギー。さあ、残り2パック。あ、メージングレア欲しかったな。メージングレア見たいな。クヌギ玉、ラクライ、ツボツボ、シェミ、シュペッタ、デンチュラ、マリー。ラスト1パック。アメージングレア引きたかったなぁ。まだ僕見たことないんですよね。アメージングレア、ツツケラ、ダンバル。あー、ルギア、アメージングレア出らず。でもルギアは強いんで、これ多分デッキに採用すべきですね。無色で動けるっていうので、ピクシー、ポプラ。はい、ということで、10パック開けてきました。なんか寄ってるな。まあ、出たカードでやっぱ注目すべきなのは、ハガネールが被った魔法一服のラインが出たと。まあ、この被りは結構強いですね。まあ、なかなかシールド戦ってエースのポケモン被ることないと思うんで、これは結構でかい。ハガネ軸で行けと。行きやすいんで、この僕のシールド戦は本当だったら結構強いんじゃないかな。そこそこ引きはいい気がしますね。ということで、なんか出たカードでデッキ考えていきます。はい、行ってきます。はい、ということで短い時間でしたが、出たカードで一応デッキを作ってみました。はい、ということで早速このデッキのね、説明をしていくんですけど、まあ、コンセプトというか方針としては、蝶と鋼の2色でいくことに決めました。やっぱりこの出たね、 VMAX ラインが本当に強いので、ここを軸に組んでみました。はい、エースはまあなんといってもこのマホイップ VMAX ですね。まあ、強いのは、もう上技も下技も本当に優秀で、上技は無色エネ1個で自分のベンチポケモン全員に超エネルギーを1枚ずつつけることができるということで、なんでこれでエネルギー加速してあげて、今週自身の技で、青天井技で殴っていってもよし、つけたエネルギーでこいつらを育ててあげてもよしと。まあ、シールド戦ってサポート権が本当に少ないんで、エネ加速手段って本当に貴重なんですよ。なんでこの魔法一風 V、本当に立ったら無色1個でエネ加速、大量エネ加速できるんで、本当に非常に優秀。下技も青天井だし、相手の VMAX も倒せるラインと。なんで、この魔法一服 VMAX は本当に1枚で完結してる。本当に強力なカードですね。特にシールド戦においては。で、魔法一服 V も下技で相手の種ポケモンの技を一応封じることができます。ハガネールはサブアタッカーとして2枚出たんで採用しておりますと。250という種の高 HP を活かして、まあ、壁になりながら、まあ、殴られたらレイジングハンマーでカウンターしていくよってカードですね。で、メタグロスラインもサポートとして採用しております。はい。まあ、メタグロス立ったら特製の浮遊磁場が非常に優秀と。まあ、僕、ポケモン入れ替え1枚しか当たらなかったんで。っていうかまあ、多分ほとんどの人1枚か2枚しか当たらないんで、まあ、逃げね、要求必要されるところをこのメタグロスでね、ゼロにしてあげると。プラス、こいつも技3エネで、相手の進化ポケモンの技を封じられるんで、まあなんで VMAX とかをね、技を封じることができるので、まあ、サブアタッカーとしても、まあ立ったら優秀なカードですね。はい。まあなんかラインもダンバル、メタングと、2枚ずつで出てくれたんで、採用しやすかったです。まあ何より僕はメタグロス好きなんでね、まあここは無理やり採用しました。あとダンバルもね、はい。1エネ、鋼の1エネで、山札から種ポケモン2枚並べられるんで、まあ最初の動きとしてはダンバルスタートでも悪くないかなという、スタートでも悪くないカードなんで、このラインは丸々採用しました。はい、さらにサブアタッカー。
CV のサブアタッカーとしてルギアですね。無色で打てるので、まあ、蝶でも鋼でもどっちでも打てますよというカードですね。ワンチャン250という V ポケモンをワンパンできるラインのカードですね。まあ、これも魔法イップ V やツインエネとかで加速してあげて、まあ、そこまで4エネ要求ですけど、難しいカードじゃないのかなと。魔法イップと組み合わせるとありなカードなのかなということで採用しました。はい、次。ピクシーピッピ11採用ですね。まあ、正直これはピッピが強いんですよ。ピッピが、無色2個で、相手の、コイン表なら、相手のバトルポケモンの技をコピーできるということなんで、ワンチャンこいつに、こいつで、相手の強力な技をパクって殴れるという効果があるんで、まあ、サブアタッカーとしてピッピを入れてるところが強いですね。で、ピクシーは、正直なんか枚数合わせに入れたんですけど、まあ、もしピッピをアタッカーにしないという選択肢を取るなら、ありかなということで、こいつ特性で超エネルギーがついてるバトルポケモンの HP を20回復できるんで、超エネルギーでいいんですよ。超タイプじゃなくて超エネルギーでいいんで、まあ、このハガネールとかの耐久値を上げるためにもなるかなということで、まあ、ピッピをが腐りそうなら進化させると。でもまあ難しいところだな。なんかピッピっているだけで抑止力になりそうなんで。正直このピクシーがこのデッキで一番いらなさそうなカードであるんですけど、他に入れるポケモンいなかったんで入れてみました。で、ゼルネアス。はい。ゼルネアスは1エネで動けるところが優秀で、トラッシュから好きなカードを1枚選び、手札に加えることができると。まあ、トラッシュから蘇生できるカードって、多分このシールド戦ほとんどないんで、ゼルネアスで、まあ、少ないトレーナーズ系のカードを持ってきてあげることができるかなと。超エネ採用してるデッキなんで、積極的に入れてみました。で、マギアナも似た感じで、これは、鋼エネルギー1枚でね。まあ、手札6枚引き直せると。まあ、サポートがほとんど、まあ、お互いですけど、引けないシールド戦なんで、まあ、サポートに頼らずエネルギーじゃない、手札をね、もう一回、シャッフルできるということで、マギアナ、優秀なカードなんで、鋼エネルギー採用してるんで、入れてみました。で、下技もね、まあ、一応、そこそこな打点出るんで、まあ相手の魔法イップ V とかの弱点をついてね、鋼弱点なんで。もし相手に魔法イップ V とかいたらワンチャンこいつでも殴れるかな、ということで、そこそこ優秀なカードですね。で、キリンリキ、最後のポケモンですね。ほい。これは主に下技が狙いですね。下技で、打点を30点与えながら、相手の手札をね、戻して4枚にすると。相手の手札に干渉できるカードも本当にマリーぐらいしか多分ないんで、相手の手札に干渉したいなということで、一回相手の手札をごちゃらせちゃうと本当にサポートほとんど相手も持ってないはずなんで止まっちゃうかなということで、それを狙って採用しています。上技も優秀でね、1エネでダルメカン2個を好きなように置けるんで、そこも優秀かなということで、キリンリキも採用してみました。はい、本当にね、サポートってまあ、引いた感じ開けた感じでわかると思うんですけど、本当に10枚でいかないぐらいの枚数しかお互い持ってないんで、こういうサポートするカードをちょっと多めに入れてみました。で、サポートは出たの全部。僕らに、マリー1、大人のノイズさん、スーパーボール入れ替え、キャッチャー5つ目と、もう全部出たの入れました。で、ツインエネは、まあ、ピッピとか、ピッピの技やメタグロス、ルギアなんかを見て入れています。まあ、あってもね、V につけても無色1個としては働くんで、腐りはしないかなと思います。で、超エネは10枚。鋼エネルギーを6枚と、ちょっと超エネ重視で入れてます。まあ理由は、この巨大ホイッパーが超でしか打てないところとか、まあこの辺の超要求のポケモンが多いんでね。別名になってるかな。飾り付けも超エネルギーしか採用してないんで、ちょっとホイップ、VMAX をね、重視して超エネ多く積んでおりますと。で、エネルギーをね、このちょっとこだわりの。まあ、1枚しか入れてないですけど、下は違うんですけどね。ハガネールのイラスト入りの9999基本エネ、若干自慢ということで、なんか早口でね、ほとんど分かりづらかったと思いますが、こんなデッキ作ってみました。はい、ということで最後にね、このデッキを回してみようと思います。はい、回します。ということで、シャッフルしたので、早速回していこうと思います。初手7枚。はい。いない。あ、ダンボルがいる。ダンボルスタートは悪くないですね。あと説明し忘れてたんですけど、
通常ポケモンカードってデッキ60枚のサイド6枚でやるんですけど、シールド戦は枚数が少なくてデッキ40枚サイド4枚でプレイしていきますというルールです。ということで対戦よろしくお願いします。あー、ダンバルどこ行くの。ダンバルちゃんスタート1枚引きます。ドロー。はいはいはい、もうこれ早速技使えるんでちょっと後付けで悪いですけど、高校一旦高校を取ったという設定で回していこうと思います。高校なんで最初からサポートが使えてポプラいきます。コインを2回投げて表の数分好きなカードを手札に加えることができるんですけど、これ見えるかな、表。はい、ちょっとずるいけど表です。ずるくないよ、本当に出たからね。ポプラ1回表なんで1枚好きなカード手札に加えます。何持ってこようかな。ここはダンバルの仲間を呼ぶで、種ポケモンは、まあ、ホイップは技で持ってくることができるので、ここはあえて VMAX の方を持っていきます。進化系から先に手札に加えようと思います。あ、シャッフルしなくてよかったな。あ、これ相手に見せる必要ないんですけどね。はい、じゃあ仲間を呼ぶでベンチに種ポケモン2枚足していきます。1枚目はホイップ V で決定で、もう1枚はドイツにしようかな。サポート系のカード出してもいいですけど、せっかくなんでハガネール出しちゃおう。はい、ということで1ターン目終了で、1ターン目からいい展開ができましたね。でここダンバルが生きて帰ってきたことにします。なかなかシールド戦で1ターン目から、まあ、相手の場合2ターン目ですけど2エネから70って結構厳しいと思うんで、ここはダンバルが生きて帰ってきたという設定で僕の2ターン目いきます。はい、ドロー。お、ハガネール出ましたね。あー、でも1体出てるからそんなに出す必要はなさそう。ここマホイップ VMAX に進化。エネルギーも、マホイップ VMAX につけますか。つけて。さあ、どうしようかな。出す必要ないかもって言ったけど、もうここ早速飾り付けでエネ加速していきたいんで、ちょっと余分にハガネル出しておきます。ダメだ。うん、出していいや。で、このダンバルちゃんを、1エネつけて2エネ逃げる。でも早速マホイップ VMAX を、バトル場に出してあげましょう。で、技入ります。飾り付けでベンチポケモン全員に超エネルギーをつけます。こんなに山札に超エネなかったけど。手札にあるよな。ありますね。よしよし。ということで、ベンチ全員に超エネルギーをつけていきましょう。強いですね、やっぱりシールド戦で。早速このエネ加速ができるのは、本当に強い。で、2ターン目終了と。で、3ターン目いきます。まあ、次もマホイップ V 倒されず帰ってきたということで、引きます。ゼルニアス悪くないですね。ベンチも出しちゃおう。せっかくなんで。で、前のマホイップ VMAX に超エネルギーをつけて、で、下技、巨大ホイッパーでエネルギーを好きなだけトラッシュして、それ、枚数かける60という青天井なんで、ここ3枚一気にトラッシュして、以上、3エネトラッシュ、サブロック18、180点で相手の VMAX ポケモンを、V じゃない、MAX はしてない、V ポケモンを倒してサイド2枚引くと。こんな感じですね。もう早速、いい動きができてますね。ここまでのところ。はい。で、その後の展開としては、こいつの技ずっと打ち続けてるとエネが切れちゃうんで、トラッシュし続けるんで、まあ、その後の展開としては、この辺のサブアタッカーを育てつつ、殴っていくという感じですね。はい。トラッシュするエネルギーはね、超エネじゃなくていいんで、鋼エネルギーもトラッシュできるので、まあ、ここ、ワンチャン、後ろ育ってないですけど、もう一回巨大ホイッパーで全部トラッシュして、もう一回180点とかできるんで、こいつ本当に強いですね。はい。まあ、こんな形ですね。うまく回った方だと思います。最初の展開から、まあ、ホイップ VMAX を立てて、そいつでいっぱい育てて殴っていくといい形ができました。あと、動きが止まり出したらね、このゼルニアスとか少ないエネルギーで回せるカードを結構入れてるので、こういうカードで動かしていくと。こんなイメージですね。まあよかった。回ってくれましたということで、これが僕の一人シールド戦ごっこでした。まあ出たカードが本当に、アガネール被るとか、優秀なカードが、まあ出てくれたんで、まあ、そこそこ
このデッキならいいとこ行けたんじゃないかなって勝手に思ってます。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ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 。